にちは、あずきです。今回は久しぶりに外で Vlog を撮っていこうと思います。やったね。こんな感じでしおりを書いてるんですけど、今回の行き先は高尾山です。皆さん行ったことありますか？普段ね、全然運動しない私でもハイキング感覚で登ることができる山なので、とってもおすすめです。そして今回はこちら DJI ポケット2のみで撮影に向かおうと思います。見ての通りめちゃくちゃコンパクトなんですよね。これポケットにも入る大きさで、リップと比べてもこんな感じ。お出かけするときはかさばらなくてとってもいいです。あと美顔機能がついてるのも嬉しいポイントです。さて、高尾山へは車で向かいます。こうして外に遠出というか、しっかり企画してお出かけするのが久しぶりなので、めちゃくちゃ楽しみです。どうせくだらない話しかしてないのに、車内がすでに楽しそうですね。何よりこの日晴れて本当に良かったです。はい、そして都心から約1時間程度で到着しました。こちらが高尾山口駅です。駅が綺麗。そこからちょっと歩いてリフト乗り場に向かいます。途中でムササビ？モモンガみたいなのがいました。山にいるんですかね。はい、こちらがリフトとケーブルカー乗り場です。リフト大好きなのでウキウキです。北島サブちゃんともセルフィーしました。イエーイイエーイ。それでは乗っていこうと思います。なんですけど、乗る前のこの階段ですでに疲れました。はい、こちらソーシャルディスタンスなリフトです。めちゃくちゃ孤独を感じました。楽しかったけどもね、このリフトのガコガコってやつ怖いですよね。落ちたことある人いないのかなっていつも思うんですけど、どうなんでしょう。で、これリフト乗ってて気づいたんですけど、広角レンズすごくないですか。私の短い腕でもこんなに周りの景色も撮れるし、これはセルフィーにいいなと思ったので、これはぜひ友達と写りたかったです。さあ、リフトを降りていよいよ山頂を目指して歩いていきましょう。こちらはお猿さんです。その前に一旦腹ごしらえをしたいと思います。美味しそう。蜜福団子です。くるみ味噌だれがたっぷりついています。これを景色のいいこちらで食べてから出発しようと思います。っていうか、めちゃくちゃ画質良くないですか。前回のモデルより今回は画質がより綺麗になったみたいです。小さいのにすごいね。お団子もスーパー美味しかったです。高尾山に訪れた際はぜひ食べてみてください。それではどしどし歩いていきます。久しぶりに体をこうやって動かしましたが、いいもんですね。自然の力ってすごい。途中猿園もありました。今回はね、中には入りませんでしたが、こんなにたくさんの猿がいるみたいです。気になるなぁ。そんで見て見て見て、これ何かしらでテンション上がってる私なんですけど、アクティブトラック 3.0 の追跡機能でこんなに動いても追いかけてくれます。今流行りのファンカメラみたいですね。いや、また食べるんかいって思ったかもしれませんが、食べます。こちら自然薯の入ったラーメンです。とろろみたいなネバネバしたのが入ってるんですけど、それが濃厚であっさりした醤油スープとよくマッチしていて美味しかったです。また食べたいな。たらふく食べたのでカロリーを消費しましょう。高尾山はね、ただの山じゃなくて、こういう銭洗いとかパワースポットがあるのも魅力ですよね。そこの水がとってもいい音だったので、 DJI のマトリックスステレオを使って皆さんにお届けしたいと思います。前回は2つのマイクでしたが、今回は4つのマイクがついていて、前後の音声両方とも取れることができるようになったみたいです。それでは聞いてみてください。おーい、聞こえますか。どうですか。これがマトリックスステレオです。ここは高尾山です。いかがでしたか。ヘッドホンとかで聞いてもらえるとよりわかりやすいかなと思います。それでね、もうなんか坂というか階段が多くてしんどいしんどいで、もうしんどすぎてどんぐりなんか見つけました。でも頑張って歩いていきましょう。そしてなんだかんだ歩くこと1時間ちょっとで山頂に到着しました。やったぜ。山頂はね、もうすでに紅葉している木もあって、とっても綺麗でした。もっとね、紅葉が綺麗なシーズンは人が多いと思うんですけど、来年はそういうシーズンにも行ってみたいなと思います。
帰りは暗くなったのでケーブルカーで下山しようと思います。これ思ってたより急だし早いしでちょっとしたアトラクションでした。いやー、今日は久しぶりにお出かけができて本当に楽しかったです。結構ね、高尾山ワンちゃん連れている方も多かったので次はカブも連れて行きたいなーなんて思いました。こうやって小さいのに高画質で綺麗な思い出の写真やムービーも撮れて嬉しかったです。またいろんなところに Vlog 撮りに行けたらいいなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。